僕の演奏を聴いた者は皆魅了され、羨望し、嫉妬した。誰もが僕のことを才能あふれるアルファだと思っていた。僕自身も。突然発情期が来て、オメガだと診断されるまでは、僕は自分がオメガだと絶対に認めない。なら、アルファとしての生き方を貫けばいい。誰にも隙を見せず、常に頂点であればいい。そう心に決め、僕はオメガであることを隠すと誓った。弓を持つ手が震えるんだ。バイオリンを弾くとあいつのことを思い出して。ミコト、俺がピアノを弾く。だからもう一度バイオリンを弾いてくれ。でも、初めは僕と同じバイオリニストだろ。ピアノも弾ける。これを機にピアニストに転向しようと考えてるよ。どうして？お前、昔からバイオリンが大好きだったじゃないか。お前にやめてほしくないんだ。俺はお前のバイオリンの音色が大好きだから。はじめ、俺が支える。だからまた一緒に演奏しよう、ミコト。演奏だけじゃないんです。あなたに惹かれたのは、舞台に立つあなたを見た瞬間、体に電気が流れたみたいにしびれて、あなたに運命を感じたんです。バカ言うな。僕とお前はアルファ同士だろ。そんなオメガに使うような口説き文句、僕たちには運命なんて無縁だ。そうかもしれませんけど、今あなたと演奏して直感が確信に変わりました。ヒイラギ先輩は俺と演奏して何も感じませんでしたか？それはあなたじゃなきゃダメなんです。俺はあなたのバイオリンと一緒に演奏がしたいんです。ミコト先輩、迎えに来ましたよ。早く第二音楽室行きましょう。アズマ、毎日毎日わざわざ3年の教室まで来るな。音楽室で待っていればいいだろう。でも早くミコト先輩に会いたくて。ダメですか？そんな、捨てられた子犬みたいな瞳で見るな。もう分かった、好きにしろ。え、いいんですか？わーい。いつまで扉の前に立ってる。邪魔だ、どけ。あ、だだ。すいません。はじめ、僕はもう大丈夫だから、一人にしてくれないか？そんなこと言われても放っておけないだろ。でも、それとも俺が一緒にいると何か不都合でもあるのか？例えば抑制剤が飲めないとかな。な、はじめ、お前何を言って。言っただろう、お前の嘘なんかお見通しだって。お前を他の誰かに奪われるのは耐えられない。はじめ、何を。嘘だと言うなら体に効くまでだ。やめろ、はじめ。オメガだと公表してもいいのか？僕を脅すつもりか？どうしたんだよ、はじめ。こんなのお前らしくない。俺らしいってなんだよ。俺の信じてたお前は偽物だったのに。はじめ。偽物でもいいから俺、お前が欲しい、欲しいんだ、ミコト。やめ。もうこんなに濡れてる。発情期のオメガの性欲はすごいんだな。触るな。去年最後のコンクール、
ミスの原因はこれだろ。ああ、離せ。ああ。なあ、ミコト。どうして俺に打ち明けてくれなかったんだ。俺たち、今までずっと一緒にいたじゃないか。それ。俺はこんなにお前のことを思っていたのに。どうして俺を選んでくれないんだ。ミコト、ミコト。ダミヘ仕様、業界初オメガバース系 BL ドラマ CD、 私立オメガ学園、偽りのバイオリニスト編、2016年8月26日発売予定。全巻購入特典、オメガ学園生徒手帳風限定冊子、書き下ろしショートストーリー豪華3本立て、シリーズ3作品の原画&未公開ラフ、制作スタッフによる書き下ろしイラスト&コメントなど贅沢な内容を収録。